さあ、天然パーマベース、ローソンを曲がって来てもらいましたら、ここですね。ワリのキノコ組合というキノコのね、大きい工場があります。この中の一番手前側にね、天然パーマベースございます。このキャンピングトレーラーを共有スペースとして、皆さんに利用していただくことができます。それではね、ルームツアー行ってみましょう。お邪魔しまーす。さあ、入りましたら、こちらでまず、履物を脱いでください。左側足には2名が座れるテーブル。そして、奥には4名から6名、座っていただけるダイニングがあります。今ね、私いつも普段はここでお仕事をしているんでね、ちょっと作業場となってますが、使っていただくときは、このテーブルでお食事したりね、お酒飲んだり、コミュニケーションを取ったりと、使っていただくことができます。で、簡易的なキッチンございます。お水はここから取っていただきます。今ね、水道は壊れて出ませんが、まあこれで快適に使えます。朝ね、歯磨きとか洗顔もね、ここで、使っていただきます。それから、カセットガスありますんでね、お湯を沸かしたり、それからちょっとした調理ぐらいでしたらできますんでね、調理器具も、まあ、一通り揃ってます。それから鍋とフライパンもありますんでね、あんまり匂いの出る料理は、困るんですけど、簡単な調理ぐらいだったら使っていただくことが可能です。調味料なんかもね、そこそこ揃ってます。塩、胡椒、なんだ、マヨネーズ、チラカチラ、まあ一通り揃ってます。食器もね、一通り揃ってますんで使っていただくことも可能です。それからですね、一番特徴的なのはこちら、じゃん。このクローゼット、これがですね、乾燥室になってるんですね。なので、濡れてしまったウェアとかはここにかけていただくと、翌朝までにパリッと乾きますんでね、ぜひ使ってください。そしてもう一つ、まあ、本来シャワールーム兼トイレなんですが、トイレはね、この中ご利用いただけないんですけども、こうやってグローブとかね、ニット帽とかね、これのね、乾燥室として使えます。なんでかっていうと、ここから暖房が出るようになってるんですね。ここも乾燥室としてご利用いただけます。という感じで、このキャンピングトレーラーね、天然パーマベースを利用していただける方は夜までね、使っていただきます。ポッカポカにあったかいです。現在の室温23度。常夏かーいってぐらいあったかいです。はい、表に出ると、こんな感じですね。それでは次に、トイレね、ご紹介したいと思います。トイレは、工場の奥の方へ進んでいただけます。奥へ進んでいただくと、こちらにね、コンテナハウスがあるんですね。この中にトイレを用意しております。すごいでしょ、氷のオブジェ。さあ、こちらから入っていただくと、ここね、トイレになってます。開けていただくと、なんと24時間暖房が効いたウォシュレット付きのトイレがございますんでね、これを24時間使っていただけます。夜はセンサーライトがつくので、便利です。こう足元がね、ちょっと滑りますんで、気をつけてください。以上、天然パーマベースのご紹介になります。オープンは2023年2月末までなんでね、ぜひご利用ください。